青い海と緑と太陽に彩られた若狭湾国定公園。日本海の観光地として知られるここは、今新しい日本のエネルギーの基地に生まれ変わろうとしています。日本原子力発電株式会社敦賀発電所、東海発電所に続いて我が国では2番目の原子力発電所として、昭和45年1月に運転を開始しました。ここでは沸騰水型という原子炉を使っています。原子力は20年後には現在の5倍も必要になる電力のホープなのです。海の塩害から機械を守る自動噴水式の変電所、この発電所からは毎時33万1000キロワットの電力が関西中部地方に送られています。放射能物質使用のマークが目立つ発電所内、その立ち入りは厳重に管理されています。水を熱し水蒸気を発生させて発電機を動かす、これは火力発電も原子力発電も同じです。しかし火力発電の場合は水を熱する燃料に石炭や石油を使います。その燃料も20年後にはほとんど外国に頼らざるを得なくなると言われ、こうした悩みを解消しようと資源に乏しい我が国で考え実行されてきたのが原子力による発電です。